どんな、どう、どう、動いた？ねえねえ動いた？どうですか？まだ動かない？あ、動いた？あ、よかった、ちょっと変えました、 Wi-Fi じゃなくて携帯に変えた。治ってよかった。原因はだって多分 Wi-Fi かな、 Wi-Fi かなって感じ。こんばんは。何でしょう、ちょっと一瞬待っててね。よいしょ。ニキステお疲れ様でした、ありがとうございます。あ、みめちゃんありがとう、くまさん、てかみんなさ、なんか投げてくれてたのに反応できなくてごめん。ちょっと待って、こん、コウタロウさん、たい焼きありがとうございます。で、サトルさん、あー、クマさんありがとう、ありがとう。で、ミメちゃん、なんかアラジンに出てきそうなクマちゃんやな、かわいいクマちゃんありがとう。で、ユッピーさん、バラありがとう、ありがとうございます。皆さんありがとう。ちゅうわけで、ニケ舞台最高にかっこよくて可愛かったですって。あ、コウヘイさん、あ、しかもコウヘイさんはニケって名前に入ってる、ニケが大好きやったんですかね。わざわざじゃあ今日は見に来てくれたってこと、おいくめの配信をニケで知って私のこと嬉しい。ユーマさん、いくみん元気だって、元気だよ。ちょっとさっきまで寝てて、じゃ仕事終わりにね、寝てたの、仕事終わりに。何、アーミンさんのリツイートで来ましただって。え、アーミンさんが何をリツイートしてくれてたんだろう、配信のかな、まさかね。こんばんはだって、こんばんは。アーミンさん、わー、イクミンだだって、ありがとう、見に来てくれてみんな、やっほー、いくみんです。え、おみさん何で、てかさ、いいね見えなくなったじゃん、結構悲しいよね。なんかいつもさつぶやいてくれるのとか嬉しくてさ。あ、え、これをリツイートちょっと緊張しちゃうよね。色弱なくさんお迎えしましたね。あ、ありがとうございます。前の日経の一個前の舞台だね。珍しいデザインの服だった、本当ジャジャでいいね見れないの悲しいよね。 X 日経舞台でイクミンさんのお気に入りのシーンはありますか？お気に入りのシーンか、マジで難しいんだよな。なんだろう、それは旗から見ててというか、お客さんとして見てて好きなシーンか、やっててかとかにもよるんだけど。あ、こんばんは BPM さん。え、でもやってて楽しいのは、もう全部もちろん当たり前楽しいんだけど、あのルドミラとアリスのアンリミテッド文体に助けられるシーン、あのルドミラとアリスちゃんの、そう、2人に助けられて、2人とのシーンがあるんですけど、しょっぱな、あそこは稽古からずっと楽しくてっていうか、まあ、なんかこう反応してみようかなとか
こう反応されるんだとか、あこういうことするんだとかがすごい楽しかったなって思います。お疲れ様です。だってお疲れ様です。カッキーさん、あさきちゃんってことは北沢さんですかね。北沢さきさんですかね。ですかね。普通に見てる側として好きなのはやっぱユニと三原のシーンかな。まああれほぼ見てる側ですからね、一緒にステージに立ってるとはいえ見てる側だから。出ずっぱりの指揮官さんもセリフを覚えるの大変だったでしょう。だっていやーそうですね、大変だったと思う。でもなんかセリフを覚えるペースはいつもと変わんなかったとも思う。セリフを覚えるペースはいつもと変わんなかったと思う。うん、ごめん寝起きなんだ。帰宅ラッシュからこんばんは。だってこんばんは。そうなんかでも荒通しかな、荒通しした時に、あでもいつもよりちょっと遅かったのかな。荒通しした時にあの演出助手の方からよく覚えたねって言われて、あそんなに多いんだって思ったよく覚えたねって。なんか稽古が後から合流だったのもあってだと思うんですけど、よく覚えたねって言われるくらいには多いんだって思ったのをすごい覚えてる。イクミのダンシングが恋しいだって、しないイクミのダンシングね、やったね。なんか指揮官だから踊れないかなと思ったら、振り付けの後藤紗英さんがあのシャットアウトトイレットっていう舞台で以前共演させていただいて、なんかダンスを一緒に踊ったりとかしたこともあったんですけど、その後もプライベートであったんですけど、マジごめんすぎ。そうイクミにダンスの機会を与えてくれました。マリアンが階層に出てきて指揮官と対話するシーン感動しました。あそこね、あそこはしんどいよな後半になればなるほどしんどくて、なんかどんどん稽古中とは違った感情が出てくるようになって、あの本番が進んでいくうちに、なんかね多分声の色とかも変わってたんじゃないかなとは思うんですけど、面白いなって思いながらずっとやってました。こんばんは。だってリボンさんこんばんは。こんばんは。あれはいろいろ思うことが、あれどれだ、どれのことだ、やばい話がやっぱり。指揮官かっこよかったらしくて、あおうどんさんありがとうございます、嬉しい。こんばんは。だってこんばんは、みんなこんばんは。オープニングダンスかっこよかった、ありがとう。そうオープニングダンスね。あ、みめちゃんアイスありがとう、ありがとう。三原だよ。だってあー三原とユニのシーンね。いくみちゃん今気づいた、こんばんは。だってゆうやさんこんばんは。そうでなんか私ずっとこれなんかマジで全然はけてなくて今回ね、なにコンペイトみたいなもの。指揮官がご褒美について詳しいの面白かったです。いや私もあれどうしようと思ったよ。こら喧嘩しない、ドンブー。
あ、ダメだよ、怒るよ。ちょうだい。ちょっと待って。え、なに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 、びっくりした。なに、サトルさん、虹だ、ありがとう。ちょっと待ってね、喧嘩してんねん。喧嘩するなら取るよ。ダメ、喧嘩やめて。わかった、どうせ喧嘩するんでしょ。いいよ、わかってるから。ねえ、あのシーンはね、マジで動揺が隠せないよね、あんなの。マリアンに銃突きつけて暗転からの銃声は一気に悲しさ増した。いや、あれ悲しいよね、本当に。ねえ、喧嘩してるよね。ちょっとうるさいね、ごめんね、怒ってくる。もうおもちゃ取り上げ。わあ、なに、キリコさん、流れ星みたいな、ありがとう。そう、ラピのツッコミも結構鋭めやったよな。あそこ稽古場からでもないよ。みんな嬉しそうだった。なんかやっぱり全体的にお話が重めじゃないですか。やっぱりストーリーの軸がどうしてもちょっと重いから、ああいうそのアリスとルドミラであったりとか、ふとそのご褒美だったりとか、ふとした瞬間のそういうものがなんか物語を進めていく、物語を見てる上でみんなの中でなんか思わず、なんか重い作品って思わず息止まりません？なんかそういうのがハッて抜ける瞬間だと嬉しいなと思いながらやってました。なんかすごい狂犬がするじゃん、なんなの？え、出た？みめちゃん、あ、みめちゃん、なんかこれ、それ何、コンペイト？何？ありがとう、その四角用意しそうな可愛いやつで、ピンクカメラさんもたい焼きありがとう、可愛いだって、ありがとう、可愛いって言わんた。そう、うちの長男ですね。あ、喧嘩するからだよ、喧嘩するからこうやって話されるんだよ、ワンって言わないよ、だからあんたもダメよ。いやー、ね、でもあれ、なんかの話してる途中でコメント読んじゃったんだよな。なんだっけ、なんだっけ。いや、でも今回本当に、あ、そうだ、ずっと出ずっぱだったんですよ、本当に。なんか吐けるタイミングなくて。あ、ゆっぴーさんありがとう。何それ、香水。なんかもう、はマジで何分ぐらいなんだろう、吐けてるの全部合計しても多分3分いってない気がするんですよ。多分3分いってないんだよな。で、稽古の時だと裏動線の長さまでちゃんと確保されてなかったから、ちょっと座ったりとか、ちょっと立ってふーって休憩できてたところが、裏動線の移動に時間を使わなきゃいけなくて、なんかもう吐けてもずっと裏でも動いてるみたいなこともありましたね。ニケ舞台の公演を見た友達の感想が、何も解決してないやんと言ってました。間違いない、何も解決して、そうだ、解決するべきものを提示する舞台だったよね。だからもう本当言ったらエピソードゼロじゃないけど、そんな感じの舞台でしたよね。でもここから始まるんだみたいな感じで終わったじゃん、やっぱ物語も。全てを解決し、
仲間を元に戻すために行こうで終わるからね。行こうで終わ、行こうの走り出しで終わるのめっちゃかっけえというか素敵だなって私はなんかやりながら思ってた。なんかうちらかっけえ、俺だってかっけえって思いながら。はけたと思ったらすぐ戻ってきましたね。そうなんだよねマジで。はけたなと思ったら次のせ何個 2,3 個後のセリフで出てこなきゃいけないとかめっちゃ多かった。ありがたいですよ。始まってる。こんばんは。だって村正さんこんばんは。海外ドラマのシーズン1みたいでした。確かに確かに主役じゃんって思った。いやもうね、でももともとねやっぱりその指揮官役、指揮官って皆さんなんですよね。ゲームプレイしてくれてる皆さんのこ、皆さんがやる役というか皆さんの役だから、やっぱそれはその指揮官いないと話進まないよねみたいな。あ、ブキニアさんそれ何なのマジで、超可愛いんだけど、それ好き、めっちゃ可愛い、ありがとうブキニアさん。でもなんかもうどこで声出してたかもう思い出せない。まだ終わって1週間も経ってないよね。経ってる？経つぐらい、もうちょっとで今週末で1週間。舞台見た後ゲーム始めたけど中野さんの声で脳内再生される。あー嬉しい。なんか舞台きっかけでゲーム始めてくれるのも嬉しいね。嬉しい嬉しい。アバターっていうことになるのかな、どうなんだろう、アバターっていうことになるのかな。通路側の席はキャストさんの緊張感が伝わってきました。うわ確かに通路側はね駆け抜けてくし入ってくるしね、暗転中とかもすごくここら辺に気配を感じるよね。イクミ久しぶりに見たって、久しぶり。そう先頭の席めっちゃ普通に目の前通ってびっくりした。確かにそうだよね、前通るからね。そう今回すごくステージの形もめっちゃ特殊だったじゃないですか。ちょっと張り出してね、普通舞台あるとこ潰して、そう特殊なクラブ X みたいなまたちょっと違うような感じで作って、すごいよねあれ、あれを作ったあのさあの形でやろうって言った人天才やなってマジで思う。でやろうって言った人も天才だし、あれを作った人も天才、すごいよね。舞台から落ちそうだし心配しましただって。いらぬ心配です、ありがとうございます。逆に作品に集中できなくさせてごめんね、それは申し訳ない。全公演見ることができたのね、ニケステロスしてますだっては嬉しい。でも今回私のファンの人とかも全公演通ってくれた人もいるし、何公演か来てくれた人もいるんだけど、いやなんか正直本当になんかその私の役どころ的にもなんかそのね、なんか指揮官だし男役だし、なんかそのね二家のみんなとは違うから、うん、なんか見に来て、なんかそのさやっぱり特にそのやっぱり今まで女の子をやってきたし、わりかしそのやっぱりなんて言うんだろう、私かっこいい売りをしてないというか、そのなんかなんて言ったらいいんだろう、別にさ今までその男らしさみたいなのもアイドル時代あんま出したことなかったし、なんかだからなんかすごい不安だったんだけど、受け入れてもらえるかというか、みんなが見に来て満足してもらえるかってめっちゃ不安だったんだけど、
よかったなってやってよかったなって思いました。めっちゃ主人公してたって、本当にありがとう。こんばんは、だってこんばんは。外国人のお客さんいたので客層すごいえねー、そうだからお見送りやってる時とかさ結構海外のお客さんもいっぱいいてすごい、わーって Thank you Thank you って感じだった。イクミン以外のキャストさんの目のやりどころに困った。やりどころ困るね、確かに困るね。すごく良かったって、あ本当に嬉しい。よかった。ひょっとして宝塚の男役のイメージでどうなんだろう。でもなんかなんかあんまりなんか宝塚の男役さんって本当に優雅じゃないですか。結構私の中のイメージはやっぱりなんか優雅なの。なんかでも新人指揮官はあんまりなんか優雅なイメージではなかったから、それで言うとあんまりそこをイメージしてはないんだけど、やっぱりその男役の作り方としてはめちゃめちゃ参考にしたというか、そうなんかキャラのイメージではないけど男役をやる上でやっぱり女性が男性役を演じてかっこよく見えるにはみたいな、しかもちゃんと男をやるわけじゃないですか。男装をしてる女の人とかでもなく男の人をやるから、その作り方はすごく参考にしたと思います。ニケステ舞台を見てからイクミンさんのファンになりました。嬉しい、浩平さん本当にめちゃめちゃ嬉しいんだけど、ニケステ見て私のこと好きになってくれるなんて本当に嬉しい。なんかもうさ、ニケステはまあ主人公みたいな話の主軸ではあるけど、なんか半分裏方ぐらいの気持ちというか、やっぱりみんなだから、みんなが私にならなきゃいけないから、そう私を透けてみんなのこと見てくれたらいいなみたいな感じだったから、なんか嬉しいかも。だから今回でその私のことなんかその私のことを好きになってもらうことはあんまないかもしれないけど、何だろう、なんか私を通していろんなキャラを好きになってほしいみたいな気持ちだったから嬉しいな。あの舞台の配置、衣装が際立つ、それな、そうなのよ。こんばんは、だってこんばんは。そう、あの舞台マジいいよね、相変わらず可愛いな、だってありがとう。完全にイケメンだった、だってマジ嬉しい。かっこよくなれてた。喧嘩しない、ダメだよ。さらに女性のファンが増えるんじゃないかな。で本当声色は工夫した、喉は疲れなかった、喉は疲れなかったんだ。あでも私今回公演期間に意識したことがあって、私ね朝早い、朝弱いのめちゃめちゃで、絶対に公演期間始まるとだいたいカフェラテ飲んでいくの、カフェインとってコーヒーもブラック飲めないからカフェラテ飲んでいくんだけど、稽古期間中になんか今日マジ口回んないなみたいな、セリフうまく出てこないというか、頭から出てこないんじゃなくて口からあんま上手に出てこないなみたいな日が何回かあって、なんでだろうって考えてた時にカフェラテかもしれないって思って、牛乳わかんない、これはマジで人によると思うし、あの気の持ちようなのかもしれないけど、気の持ちようなのかもしれないけど、場当たりから通して私あんなに大好きで毎日飲むようなカフェラテを飲まなかったのこれはねめっちゃその
多分男役をやる、あ、だから他の公演とか普通に自分今までやってきたキャラとかだと全然そんなことないんだけど、多分ここのトーンで話すのと違うところを使ってるから、なんかどこ使ってなんかやるの恥ずかしいね。舞台上以外で指揮官の声出すの初めてだわ。何言ってたっけ。確かに指揮官だ。ここで喋るからさ、ああとか、なんかやっぱこっちに落として喋るから。でしかも結構難しいセリフというか滑舌が結構しんどい。ラピー、こちらの戦力を分散する、敵の後方へ回れるか、後方へ回れるかとか、二次方向から敵襲、マリアン敵弾を避けて撃墜せよとか、ここら辺のセリフがめちゃめちゃ難しくて、そう、なんか本当に普通の声だったら二次方向から敵襲、マリアン敵弾を避けて撃墜せよみたいな、なんかそのさ、やっぱやりようはあるんだけども、そこじゃないから、なんか結構そう、それはめっちゃ気にしたかも。だからこの期間、そのそうだね、マジでカフェラテは飲まないようにしてた。だから終わった今めっちゃカフェラテ飲んでる。スタバ大好き、トリチケワイワイ。そうだから、なんか前にさ、舞台の差し入れでスタバのドリチケをもらったことがあって、めちゃめちゃ嬉しいと思って、もう大好き、マジで重宝してる。まさか街中で男性の仕草を見ていたとか、トゲクならではと。ああ街中ではないけど、なんだろう、でも例えばなんか振り付けと、なんか振り付けでさ、こういう振り付けが入ったら腕組んでこうやるみたいな、でもこれってなんか普通にすると女っぽくなっちゃうなと思って、それすごい考えたし、でこの振り付けから、あ、じゃあ持ってきた時にこうやったら、こうやって悩んだりとかしたら、なんかちょっと男の人でもまたちょっと違ったなんか感じ、雰囲気出るかなとかやってみたりとかしてたかも。ゲームの主人公イコールプレイヤーだからそういう意識してたか、ああそうあるね、そう自分、そうプレイヤーだから、そうそうそうなの、そうね。あ、ゆっぴーさん星ありがとう。中央に舞台で客が囲む形、キャストが全員女性、小さい敵役の共通点、舞台剣も振ると共通、確かに確かに共通点あるね、ケモフレと。いやマジさ、ゴブリン、あのゴブリンガールズっていう、ゴブリン界っていう、あの私の仲いい舞台ケモノフレンズで共演した仲いい メンツがいるんですけど、マジ見に来てほしかったんだよな、スケジュール合わなくてね、あれだったんだけど。おーかっこいい、だってありがとう、声分けすごいな、だって嬉しい、専門用語もセリフも多いので大変な役ですよね。結構ね、特にね、あそこがやばかった、ブラックスミス戦が結構ね しんどかったんだよね。ブラックスミス戦、あの座標を指示するやつなんだけど、あそこのセリフもね、マジで本当に回んない、やつが飛んだ際着地点を狙う、私が追いかける、着地点を指示する、二人はそこに一斉に走車してくれ、座標 X21 へ移動、そこから20。いやもう座標がマジで覚えらんなくて、初め大変だった。ルーティーンを変えてしまう舞台になったんだね、低い声が通ってかっこよかったって、ありがとう、お疲れ様ですって、ありがとうございます。そう、サウナの一面ゴブリンガールズ、知らない人混乱するからね、ゴブリンガール、ゴブリンってなるよね普通になかなか聞かなくない、女の子のさグループでさ、ゴブリンガールズユッピーさん、あーお疲れのスタンプ、これ何、ありがとう、嬉しい。ブラスミはえってなった、そうね、ブラスミね、そうブラックスミスがね、ブラックスミスって言葉の意味がね、
私もびっくりした。うわーと思ったよ。ブラスミ、ブラスミじゃない、ブラックスミス。てかさ、ニケのね、で知ってる指揮官のぬいぐるみが売られてんの。じゃ売られんのか。今年の9月中旬に発売予定なんだって。めっちゃ欲しいんだけどさ。でもぬいぐるみ、なんかぬいぐるみなんだよね。バッグにつけられるサイズ感じゃなさそう。でも指揮官のグッズこれぐらいでしょ。欲しいんだよね。かわいい、シュガーかわいい。ドーラもかわいいな。ドラだった。ゲームにもあるあの人形、商品化するのか。そう、動きながらセリフを覚えるの大変難しそうだと思いましたよって。いやー、あでもなんかわかんない、私は動きながらの方が覚えられるから、むしろもうほんとセリフだけ覚えてください、めっちゃ苦手なタイプだからあれなんだけど。他のメンバーでやりたい役あった？他のメンバーでやりたい役？難しいな。他のメンバーでやりたい役？むずい。指揮官楽しかった。なんかマジしんどかったけど、本当になんかもうこんなしんどい、しんどいことあるっていうぐらいしんどかったけど。なんだかんだでもやっぱなんかそうだね、他のやる役やる前提でやっぱなんかそのね、全然ミリとも考えたことなかったな。でもなんか指揮官ももうもちろんね、もし次があるなら指揮官もやりたいけど、なんかさ、私もガンアクションやりたいなって思いながらずっと見てた。なんかだからなんか私に似合いそうなのがあったらやりたいな。セリフは指揮官が一番多かった。本当？多かった？舞台の指揮官めっちゃ指揮してかっこよかったよね。ゲームの俺の指揮官はオート任せにしてるから私の。ねえ、指揮官ね、セリフ多いよね。そうだからやっぱゲームやってても指揮官がどうやってそのゲームに賛成してるのかというか、やっぱね、別になんか特にないからあれじゃないですか。そうだからなんかね、戦闘中の指揮官の姿が分かってすっきりしたみたいな感想とかもあったから、あ嬉しい、よかったなって思いました。カウンターズのメンバーが可愛すぎて指揮官羨ましいと思ってました。いやマジで可愛いよ、あの子たちマジで可愛い。もうだからなんかさ、3人に顔覗き込まれたりとか心配されたりとかすると本当に可愛くて笑っちゃうんだよね、本気で。可愛いなと思って、可愛いなっていう笑みがすごいこぼれちゃってたと思う、後半特に。三原とかいかがですか。いや三原はもう咲姉さんにやってもらう、これはもうあれはもう解釈一致すぎますからね。もうぜひ咲姉さんにやっていただいて。あ、咲姉さんシャドバン取れたんだ、よかった。ガンアクションや盾がいっぱいあればいいよね。だってやりたいね。
ガンアクションの時の肉弾戦も結構やりたい。やっぱ盾やりたいんだよな、アイクミ。雪で遊ぶシーン癒されましたね。可愛いよね、あそこ。あそこマジ可愛いんだよな。夏が始まった、いつかした。ニケたちの再現度すごい。立ち絵そのまますぎる。マジでわかる。マジでそのままだよね。だからさ、みんなビジュアルまず強すぎてさ、まずやっぱさ、ビジュアルに圧倒されるじゃん。多分1回目はもう話なんて何のこっちゃうと思うの。一回見たぐらいじゃ、もうビジュアルに圧倒されすぎて何も見えんやろ、あんなん。だからね、やっぱ何回も見るべきなんだよね、あれって。4日から配信あるからね。しかもマルチアングルよ。ほら、ダメ。盾見たいです。だってね、やりたい。マジ一撃屋さん、そのニケの前が一撃屋っていう、結構盾アクションを武器にする劇団さんの公演に出てたんですけど、いや本当だからね、だからそう、あ、その一撃屋での時もなんかすごい撃たれる役だったの、後半戦。全然、あ、そうだから守られ、ずっと守られてて戦わなくて、最後の最後めちゃめちゃ撃たれる役どころだったんですよ。悪いやつじゃないんだよ、ちなみに。こんなんかすごい概要だけ聞くとすごい悪いやつだけど。だからなんか今回もずっと守られてて、なんかでも苦しい思いしたりとか、なんか最近、あ、そうだから最近の役どころは苦しい思いすることがとっても多くて、今年入ってからずっと苦しい思いしてる気がする、舞台上で。いくみちゃんのいろんな盾見てみたいね。やりたい。ネオンのスカートカバンでめくれてて、あれ大丈夫と思ってたけど、ゲームやったら原作再現だったの、笑った。あれね、マジでバカミちゃん可愛いよね。雪で遭難するシーンの服装が雪山に行く格好じゃないって思いました。確かにもうね、ニケたちは関係ないよね、やっぱり。今テレビでミッションインポッシブル2を見ていますが、このアクションはむずいかと。何？そうなの？悲惨だった。泣いたわ。だって泣くよね。マジマジ最近悲惨だから。最近打たれてるね。毎回苦しくなる。だってそう、なんか最近マジ苦しくなる役どころが多くてさ。本当多いの、気をつけよう。気をつけちゃおうと。でもまあなんか今まであんま苦しい思いする役やってこなかったからさ、それもそれで楽しいよね。だから今年はなんか苦しくなる年なのかも。苦しくなるべき年なのかも。銃撃のシーンです。なるほど、銃撃のシーン。イクミンさんの千秋楽の挨拶に感動してもらい泣きしちゃいましたって。わあ、
嬉しい。なんか私テンパりすぎて挨拶本当なんかもうちょっと自分のこととかもうちょっと自由に話したかったの。なんかあなんか最近思うのは挨拶する時でもなんかなかなか役が抜けないというか、抜けないっていう言い方するとなんかすごいあれなんだけど、すごいね、私挨拶する時とか結構中野郁美ですみたいな、ありがとうございますみたいな感じの人だったけど、結構今回の舞台のね、舞台アイスカテコールの挨拶とか聞いてると分かると思うんだけど、結構ちゃんと指揮官の声のトーンのまま割と喋ってたんじゃないかなって思うから、 なんか変わった、成長したのか変わったのかはさておき、変わったなってすごい最近思う、ね。どんなこと言ったかマジで覚えてないんだけど、あんまり、ね、男性役初めてだったって話と、明日からもみんないろいろ頑張ろうやって話したのは覚えてるんだけど今回の舞台はどんな役なんだろう。そう、今稽古中なんですよね、次の舞台の2期が終わって、次の舞台の顔合わせがそのね結構すぐあって、今次の舞台の稽古中なので、ね、どんな役どころなんでしょう。7月です、皆さんよかったら足運んでください。そう、新宿村ライブというところでやるんですけど、そういう演技を任せられる自由になったんですね。確かにそういうことそういうこととか言って、確かに もともと結構ねマジ能天気なキャラ多かったというかね、あっみたいな、なんだろう、なんだみたいな役が多かったからさ、ちゃんと指揮官役として舞台挨拶できてました、ハマり役だなと思いましたって、ありがとう、嬉しい。今度の舞台は再演なんだね、だってそうめっちゃ再演してるっぽくてね、ありがたいよね。色弱の挨拶も色弱そのままでしたって、色弱って挨拶したっけ、なんか喋ったっけ、違うよ、えカーテンコールでめっちゃ泣いたやつ、あれは恥ずかしかったけど、あ、ん？特別カーテンコールかなはネタあるしね、色弱は確かに挨拶なかったかも、でもなるべくカーテンコールもそのキャラのまんまだったね、挨拶してなくともなんか人によるよね、カーテンコールでちゃんと役者としてお礼する人もいればキャラとしてお礼する人もいるし、面白いですよね。なんかあります、日記のことで聞きたいこととかこういう話してほしいとかあったあるかな、なんだろう、私があるかな、次の舞台も男性役ですか、で次の舞台は女性役なんですけど、そうもし女性役でも気にな、もしスケジュール合えば 見に来てくれると嬉しいですマジで見に来てくれたら嬉しいな。またでも今回もね、幸せになるためにってさ、あらすじどれぐらい公開されてんの、踏まれるシーンの感想聞きたいのだ踏まれるシーンの感想よ、あそこね、でもマジまずあれがついた時、私まだ稽古に参加できてない時だったんだけど、え楽しかった、でも楽しい、生まれるシーン楽しかった、初めね黒木だったから、黒木とこうしようああしようみたいな話すのも楽しかったし、そうなんか前回黒木、あそう主演役の子がも本番はあのみやりさんって方がやってくださったんですけど、もともとはねその黒木美優っていう、その後もケモフレで共演した子なんですけど、がそう本当はねやる予定だったから黒木とずっと稽古してたんですけど、なんかお芝居のことで話し合ったりとかするのも
なんか前回はなかったことだったからすごい楽しかったなって。踏まれるシーン楽しかった。でも臭い、黒木さんにも踏まれてたのかなって。踏まれてたよ黒木にも。カウンターズのまとめ役は難しかったですかだって。でもね、なんかカウンターズなんか私はあんまりまとめ役じゃなくてっていうのも、なんか指揮官、なんか指揮官としてもまとめ役じゃないんだよねカウンターズって意外と。なんか締めるところはやっぱ指揮官が締めてって感じだけど、稽古とかも含めてやっぱアニス、アオミンさん、アニス役のアオミンさん、アニスがすごい引っ張ってくれたなっていう感覚はすごいある。アニスがすごい引っ張ってくれた。ちょっと待って、目薬さしていい？目に。やめてやめて。ね、アニスじゃね、トウもそう思うよね。アニスだよね。アニスが引っ張ってくれたよね。まとめてくれたし、アオミンさんにはマジで、マジアオミンさんの明るさとこうしよっかみたいな提案力にはめっちゃ助けられたな。アオミンさん歴戦のベテラン感ありましたね。アニスマジでよかった。アニスだってよかったよねって言うとなんかめっちゃなんかどこ目線って感じだけど、アニスめっちゃアニスだったよね。てかみんなそうなんだよな、やっぱキャラをさ結構みんなやっぱ本当に好きなのよ。みんな自分がやる役、まあ、ニケそのものもだけど自分がやる役のこと本当に愛してるから、それが伝わるよねやっぱり。ああいうの初めましてって、初めまして、アニスよ、そう伝わるなと思った。そう、こんばんは、だってこんばんは、皆さんなりきってたよね、だってマジでみんなさそのまんまだなって感じしなかった？めっちゃ良かったよね。アニスの後ろ姿は目のやり場に困りました。確かに。あ、そう、これ絶対どっかで言ってやろうと思ってたことがあるんだけどなんかさ最後のさあのモダニア・マリアンがさ爆発してそのバンカーで救助を待っててる時にさ指揮官が倒れちゃうじゃん。でみんながさ温めてくれるじゃん、起こして抱きしめて、みんなが抱きしめてさすってくれたりするんだけど、アオミンさんがね結構な頻度でイクミのお尻をさ結構な頻度でお尻触ってきてたんだよななんか稽古途中ぐらいからあれみたいな、もしかして触られてると思って触ってますって言ったら、あ超ニコニコして、あって言われて絶対どっかで告発してやるって言ってそう そう、お尻触られてたアニスの青山さん、うまかった。アニスだったよね、アニスが指揮官をセクハラしてたの笑うのね。そうマジで、で私もなんかあのシーンって結構マジ
結構いいんですかみたいな、そんないいんですかみたいなところだから、まあもうお尻触ってもらうぐらいがトントンなのかもしれないとは思ってたんだけど。キャラのことめっちゃ研究してたんだろうなって。わかる、みんなね、指揮官は研究しづらそうで大変。なんかでも今回感想をね、やっぱ見させてもらって見させてもらって、みんなのなんかその私を知ってる人はもちろんだけど、その2期をやってて今回見に来てくれた人とかの感想で、なんか指揮官解釈一致とか、指揮官なんか描写とか少ないのにすごいよく分かったみたいな、すごい解釈一致みたいなお褒めの言葉をすごくいただいたんだけど、なんかね、なんかこれネタバレみたいになるんだけど、指揮官って一生懸命ただただ物語の中で一生懸命生きてると、生きてただけなんだよね。なんて言ったらいいの。でもそれが正解なんだってさ、みんなだから、なんて言ったらいいんだろう、本当に純粋に物語に振り回されてると指揮官でいられるんだよね。そうだからね、なんか指揮官だったら、考えてたのかな、指揮官だったらどうするんだろうみたいな、わかんない、わかんないかも、あんまなんか。そう、こんばんは、いくみちゃんかわいいってありがとう、やっほー、こんばんは。指揮官が主演に怒るシーンの迫力がすごかったです。あれね、本番始まってからギアがまた一個上がっちゃって、あやめろみたいな、なんて言ってるかわからんやろみたいな、こうマジで熱量がこもりすぎた。反省、ちょっと反省。なんでそこにいんの？おいでよ。いいよ、あれ。伝わりました、だってよかった、伝わったって、と。あのシーンめっちゃ痛そうで見ててうってなったな、だってあれかな、三原の感覚交換で主演に打たれてるシーンね。いやマジで宮里さんのビビり方マジでうまい。ね、いやだからもうなんか、あ、そうだからみんなに打たれ方うまくないってすごい褒めてもらったの、打ち上げで。キャストのみんな、キャストの何人かに打たれ方うまくないみたいな、マジで一撃屋のおかげだと思う、一撃屋さんのおかげだと思う。マジで、でももうほんといろんな、いろんな舞台のさ、やっぱものがとすごい自分に少しずつだけど身についてるなっていうのが、打たれまくってるからうまいのか、そう打たれまくってるから、前回打たれまくったから、そうでも前回そのだからこの2期の前の舞台で打たれてる時も、あの劇団員の人に いくちゃん打たれるのうまくないって言われたの。私打たれるの向いてるらしい。向いてんだってと、打たれるの。打たれ方にダメ出しされたことなかったかも今回も。確かに前回はそう、一撃の時はなんかもっとこうしてとか稽古中にあったんだけど、今回なかったからやっぱ学んだんだ、打たれ方。いやでも本当に見消して楽しかった、あっという間だったな。なんかさ、アフタートークイベントとかやりたかった、ってかやろうよ、やりたくない、ないか、
なんか配信ね、配信記念のさ、なんか配信見ながら喋る配信とかあったらね、また違った面白さもありそう。でもほんとなんかほんと感想もたくさんつぶやいてもらったし、お腹が鳴った、お腹減ったね、寝たからお腹減ったね、かわいい。何の話してたっけ。あ、そう、感想もね、すごいまた次回作やってほしいみたいな感想もたくさんあって本当は嬉しかったし、ゆっぴーさんアイスありがとう。ね、副音声じゃないけど配信がここでされてて、ここら辺にちっちゃくさ、でもキュッ、なんかそのマルチアングルの一つにうちらのなんかコメントしてるやつとか入れたいよね。そう、でも本当再演をね本当にできるかどうかって、そう、そのとスタッフさんもまたやりたいですねみたいな話もたくさんねあったんだけど、やっぱりね、なんかその配信だったりとかグッズだったりとかが大盛況だとやっぱ次がやりやすいよね。そう、だから大盛況だと思う、嬉しいな。次が見たいです、だってね、次が見たい方はね、もうぜひ、なんかほんとその胸をね、制作だったりとか2系側に伝えられるようにしたいですね。そう、お腹減った。でもゲームが続く限り舞台も続いてくれるといいよね、だって。いや、だから本当にさ、でそうなるためにはやっぱり舞台も人気なんだって、舞台また やりたいんだみたいな、やったらいいんだって思ってもらえるのが一番だからね、思ってもらえるように。キャストのお見送りイクミンさんに反応してもらえて最高でした。嬉しい。じゃあ浩平さんの顔を覚えたいから、じゃあ中野イクミのこともじゃあこれからもっと好きでいてくれる、応援してくれるってことかな。そうだと嬉しいな。いや、ほんとね、でもマジやっていきたいよね。なんかあるかな、話しときたかったこと。中野さんを見送り会に行きたかったねでも見つけたよ、ちゃんとステージ上から見つけたちゃんと見つけた。あ、サマーサイ、日差しが強くなった、感じるよ。あおみんさん、なんでリツイートしてくれたんだろう、マジで。あおみんさん見に来てるわけじゃないよね、だって。マジで大好き、あおみんさん。いい女すぎる。
舞台裏の面白いエピソードなどありますか？舞台裏の面白いエピソード、なんだろう、何がって、あの本番中の舞台裏は私マジでいないからわかんないんだけど、ダンスがキャストに隠れてしまってなかなか見られなかったのですが、マリアに手を伸ばしてたんですね。だって あれかな、オープニングのダンス、自己紹介のところかな、指揮官の、そう伸ばしてた。はアニメのオープニングイメージ私の中で。舞台裏の面白いエピソードむずい。あ、でもなんかマジでみんな本当にすごい褒めてくれるの。ただ私のことだけじゃない、みんなお互いに褒め合ってるんだけど、特にマドピラピ役の夏目まどかちゃんと、ユニ役のいおりいおちゃんがマジで褒めてくれるの、めっちゃ。しかもなんか褒め方が役のキャラと違いすぎてマジ低めだから、いやマジあれだからみたいな、ほんと最高だからみたいな感じすごい褒めてくれるの。それぐらいかな、舞台裏のエピソード。千秋楽8公演目お見送り8ポーズ、あれびっくりした、確かにと思って、まさかこれを普通に舞台でやるようになるとは。なんだろう、舞台裏の面白いエピソードか、なんかあるかな。別にメモってるわけじゃないんだけど、カメラフォルダとか見て探して見ちゃったりとかする。あ、でもなんかそのキャストとさ、キャラでさ写真撮るじゃん。で私指揮官でさ、初めマジで自撮りなんか写真撮ってもらう時もなんかどうしたらいいんだろうみたいな感じだったんだけど、なんかまあなんか撮り慣れてくるじゃん。そしたらマリア役のマジマさんがなんかさみたいな、指揮官かっこよく映ると慣れてきてないみたいな、得意になってきてないって言われて本当ですかみたいな、でもかっこよくなんか慣れてきてる、死ぬなと思った、おもろいなと思って。ラピを迎えるシーンのアニスのポーズが気になるので、アオミンさんに直接話聞いてきますねマジで。あそこめっちゃ突っ込みてーと思いながら、でも突っ込めるようなメンタルじゃないから突っ込めねーと思いながら、いつもすっごい突っ込みたかった、あそこそれは真面目ポーズなのかすごい言いたかった、マジで。いいよね。なんかあるかな。なんかあるかなって。あ、そう、でもスノーホワイト役のアミちゃんが本当に好きで、私初舞台とは思えないんだよね。でもマジでスノホワとの写真めっちゃ好きな写真多い。真島さんの一人二役大変そう、マジでそうだよね。しかも全然キャラが違う、あれ楽しそうだよね。でも
楽しそう。あれつ舞台のあの人だって。そう、あとユニ役の人も初舞台だし、そう、あとラピ役のまどかさんも初舞台だし、今回結構初舞台の人多かったんだよね。そう、あ、舞台裏のエピソード見っけた。あのね、うち楽屋が2つあって、キャスト楽屋が、あのニケチーム、チームニケの楽屋と、あとアンサンブルと人間の楽屋、アンサンブル&人間楽屋と2つの楽屋だったんだけど、あのアンサンブル&人間楽屋で、あのタピオカパーティーだからタピオカが飲みたいってなって、おわこら、あんたも反省して。そう、なんかみやりさんがタピオカ頼むんだけどみたいな、でタピオカ頼ん、一緒に頼んでみんなで飲んだ美味しい思い出でも私はタピオカにしなかったんだよね。なんかマスカットなんとかみたいにして、中にナタデココとアロエのトッピングにしたから、全然タピオカじゃないんだけどめっちゃ美味しかった。みんな初舞台と思えないくらい堂々としてましたね。マジで本当に頑張ったんだなと思う。1ヶ月もない稽古期間で初見です。だってありがとう。でも1ヶ月もねないからさ、おごってもらったのね。だっておごってもらってないおごってもらってないけど、そう、一緒にまとめて買っても注文してくれたの。ダメよ。まどかさんが初舞台と思えないくらいセリフ聞き取りやすくてびっくりしましたね。マジ聞き取りやすかったよね。ねえ、マドピもすごい頑張ってたんだよな、本当。なんかでも私なんかそのなんか今回本当に人のことをなんか支えられるような余裕が全くなくて、本当自分のことで精一杯すぎて何も助けてあげられなかったと思うんだけど、それでもなんかすごい感謝してくれるし嬉しかった。ということで、ソロぼち時間でちかね。私はご飯を食べたい。マジでお腹減った。なんか最近またさ、そうめんが美味しい季節になってきたからさ、そうめん、トマトそうめん、私の大好きなトマトそうめんを。え、なにこれ、かわいい、アジサイだ。いっぱいアジサイがいっぱい咲いて、どうしたのサトラさん、急に。お、アジサイが、アジサイが、アジサイがすぎるよ。ありがとう、嬉しい、いっぱいありがとう。そろそろ配信を終わろうかなと思います。イケステのこといっぱい話せて楽しかった。こんばんは。だって、いや、ひよくんごめん、終わんねん、今から配信、今から終わんねん、ちょっと。あー、ゆっぴーさん虹ありがとう。よかったら登録して、なんか待ってて、また次の配信待っててください。じゃあ順位読むね。とりあえず13位から読もうかな。13位、茨城在住、リップ&プディ、プディで合ってる、神吉さん、ありがとう。12位、読めない、なにこれ、アトラスピ、アトラスピさん、
合ってる？間違ってたらごめん、ありがとう。12位、11位、流れ物さん、ありがとうございます。10位、ダニさん、 Thank you、 ありがとう。9位、エレメンツさん、あれ順位変わった？変わってないか。13位でもおうどん騎士団さんに変わってる、ありがとう。あとは変わってないかな。9位、エレメンツさん、ありがとうございます。8位、ホチトさん、リンちゃん&ホテちゃん推しだって。あー、てかこの前リンリンの舞台見に行ったんだよ、ハガレン10日後かん。この思いを消してしまうにはまだ人生長いでしょう。よかった。7位、ピンクカメオさん、ありがとう。6位、レッドブル KTM トロピカルオーシャンブルーマイスター 8? 8? 3、ありがとうございます。5位、ギリコさん、ありがとうございます。4位、ユイヤさん、ありがとう、いつもありがとうね。3位、ブキニャさん、ありがとう、いつもありがとうね。舞台も見に来てくれてありがとう、見つけてたよ、ありがとうね。3位、2位、ユピーさん、イエーイ、いつもありがとう、ありがとうね。2件も楽しんでもらえてよかったです。次の舞台も頑張るね、ありがとう。そして1位は呼び捨てで悟る、あと舞台はワクワクさん、ありがとうございます。嬉しい、みんなありがとう、みんなありがとうね。そうだね、最近マジ急に暑くなったから、みんな暑さには気をつけて、本当にマジで思う。ありがとう、また楽しみに待ってます。配信ありがとうございました。ってこちらこそありがとう、みんなありがとうね。じゃあ明日からも頑張ります。次の舞台のこともまたお話しするような配信作りたいと思うんで、また見に来てください。ありがとう、おやすみなさい、ありがとうございました。ミーゲステプターお疲れ様でした。で、コウヘイさんは私の次の舞台を見に来ること約束ね。お疲れ様でした、ありがとう。みんなおやすみ、ありがとう。